はい、おはようございます。おはようございます。ただいま緊急で動画を回しております。今日はですね、ドライブ企画の予定なんですけれども、りょうたろうくんが集合時間に来ません。おお、あの、LINE もね、既読にならないんですよね。ああ、そうね。だからもう完全に寝てるタイプの遅刻だと思って。今日稽古休みだからね、ちょっとゆっくり寝たいっていう話は聞いてたけど。いやいや、8時とか9時とかね、まあ、ね、集合だったら、はい、それはちょっと毎日稽古だから疲れてるねってなるけど。2時あんまり2時のね、寝坊の遅刻って聞かないから、迎えに行くっていうのもちょっとなんかね、あれですけど、様子見に行きたいと思います。はい。お願いします。りょうたろうの一言目なんだろう。ごめんなさいだな。シンプルに。おはようございます。ごめんなさい。おはようございます。うん、準備してください。します。え？車止めてるんで。やべえ、そういうことか。車で待ってるんで。どうしましょう。髪とかもやっていきます。うんうん、なるべく早く。はい。ケンタです。リョウタロウです。ケイタです。せーの、サンタナピクトです。ごめんなさい。しっかり一部始終撮ってますから。え、顔もですか。顔も撮ってねえよ。なんでそこ大事にするんだろう。え、もう完全に寝てた。え、もう完全になんかピンポーンってなって、うん、と思って、僕がケンタ君だなと思って。モニターしたね。モニター、インターホンで俺喋んなかった。なんか業者かなと思って。そう、なんで急に開けてきたからさ、無言で。それも怖い。何やこいつと思って。アマゾンとかかなと思って。うん、アマゾンさんとかかなと思って。いや、別にいいよ。敬いは今。企業への配慮はいいだろ、今、別に。そしら、ケンタ君でごめんなさい。ケンタでごめんみたいな。いマジで。俺が悪いみたいになって。皆さんは気をつけてください。いや、お前、どの口が言うねん、お前。そういうわけで。はい。いきますか。せーの。今日の企画は、初ドライブ。初ドライブだ。初ドライブ。何しますか。まあ、YouTube とした仕事だけど、俳優の仕事としては休日じゃないですか。そうですね。だから、そんななんか、一日を切り抜いて。意外とね、ドライブしてほしいみたいな声は前から、うん、来てたんですけれども、ね、まあ、こういう風にスケジュール合うのがなかなかなかったので。そう。夜とかだとね、そう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 。辛かったりするから、ね。まあ、昼間ドライブできて。うん、かつ、うん、まあ、なんかちょっと東京なので、サービスエリアとかドライブするとか。ドライブするとかね。少ないので、うん、どういう感じになるかわかんないんですけど、まあ道中何か食べたりとか、うん、まあ、普通にこうフラットに普通のドライブというか、うん、しながら行けたらと思います。今日の運転手は、うん、田中圭太さんです。どういうことか。よろしくお願いします。いやー。まあ一応ここが免許持ってそうだね。リョウタロウ持ってないもんね。持ってないです。うん。だからまあ、必然的に僕らのどっちかっていう感じになるんですけれども、ね、今日は圭太君の運転で行きたいと思います。お願いします。まあ自由な感じの旅なので、道中どうなるかちょっと僕らに予想つかないんですけれども、楽しんでいただければと思います。はい。安全運転。はい、安全運転。3人の命がかかってる。これでニュースになったりしてもね、いいかもね。よろしくお願いします。お願いします。まあまあ、どこ行こうかっていうね、話なんですけれども、今日ちょっともう3時なんで、うん、意外とね、もうすぐ日暮れちゃうと思うんで、近場で攻めようかなっていう感じなんですけど、はい、どっかあります？ないです、ね、あれ、ね、でもなんかお腹空きましたね。おやさてめえ。でもね、すごい本当にお腹空いたから、ちょっとどっかあればいいですよね、うん、基本的にはなんかやっぱ車の中でそうね食べれる感じのものがいいですよね、今日はね、車の企画なので。っていうか3人でドライブするの初めてじゃないですか。初めて。初だ。7、8年一緒にいます。本当だ。確かに車乗らなくない？一緒に乗らないっす。乗らない。つか車を乗らないからな。車運転しないから。運転しないよね。免許いつ取ったんですか？大学卒業する前から。合宿で取りました。合宿派だ。うん、俺ちゃんと通いましたよ、葛西教習所。言っていいですか？だって葛西出身。そうそう、実家ですから。まあじゃあそっちの方向というか、葛西、お台場。葛西そっち系ですかね、やっぱ、うん、なんか映えそうじゃん。あんまり映えでドライブする人いないと思うんです。すごかったもん、りょうたろうの玄関開けた時の髪爆発してた。うん、見たかった。もうあられちゃんの博士いるやん。似てました。似てた。髪それがめちゃめちゃ縦に伸びたみたいな。口毛がやばいから寝癖やばいですよ。
なんか俺 今の髪型好きだね。ね、ロゴ目ありで久々に整えました。あります。ケタ君気をつけて。改めて改めて、ね、確かに。でも運転って怖そう。なんかレンタカーで最初の30分で事故るんだって。慣れないのが一瞬慣れるじゃん。うん、あ、ちょっとこう気抜く、ね、そうそうそう。がだから今だよね。林先生か。危ない、物騒な林先生じゃない。よし。表情と言うこと全然合ってなかった。マジですか。ちょっとやっぱダメだな。お前がダメであったらダメだろ。いや、起きた。死ぬほど寝て。起きたばっかで頭回ってないからやばい。なんか近くにコンビニあったら言ってほしいです。え、はい、コンビニ。コンビニ何買うんですか。ポケモンカードを。いいな、お前は。お前来て。ポケモンカードっていう。ちゃんと嫌われろ。本当売ってなくて、うん、なんでそんなことになっちゃってるの。どういう意味ですか。転売とかね、あるよね。転売か。でも転売は絶対ダメですけどね、うん、カード1枚の価値とかがすごい高くて、うんうん、まあ、プレイする人もいればコレクション。龍太郎はどっちなの。俺はもう完全、うん、コレクション寄りになってきて、うん、でもプレイしたいですけどね。そのやっぱやる相手が、まあ、そんなにね、もう、そう、うわ、ケンタッキー食べて、え、行きます。行きたい、ね、行く。行きたい、ね、違うとこないですか、ケンタッキー。走って買ってこいお前。行きましょうか。何食べたい。強いて言うな。え、まあ、でもバーガー美味しそうだ。ケバブとか。ポロポロこぼしそうな。ケバブないかな。あれ、ポケカはセブンかファミマかローソンですね。あ、ローソンだし。でも、もう止めらんないのかな。あんのかな。あったらマジで奇跡ですけどね。ミニストップはない。まあでも本当あれで寄れたらでも大丈夫。もうわがまま聞いてくださってありがとうございます。なんかちょっと怪しいね、ずっとなんか。見てきて。じゃあ見てきて。ショットバー。ふざけんなよお前。映ってる。走ってきた。なかった。やっぱないですね。残念。これ買ってきました。え、何？なんでだよ。今日一食目、うずらの卵、うん、うまい。醤油だ。うん、お、なんかありそうじゃないですか、食うもの。確かにケバブありそう。ケバブありそうだわ、確かに。ケバブ、ケバブじゃないこれ。ケバブ、え、嘘、止まる。ケバブだ。あ、ケバブ。さあ、というわけでケバブでした、見つかったのは。はい、それではケバブ買ってきました。はい、Thank you。 りょうたろうくん、はい、何ですかこれ。ありがとうございます。ケバブどっちの。ケバブラップの、うん、チキン、チキンの中辛です。はい、じゃあ、はい、俺とケータ君同じ辛口のハラペーニョトッピングです。うまそう、はい、いただきます。いただきます。これは食いながらはあれだね、運転できない、うん、そうすっげーよこれ、でっか。いただきます。うん、うまっ。俺とケイタ君ミックスです、チキンとビーフの、うん、あれね、これ、うん、感想言って。いや、なんかケバブってあんま食べる機会ないじゃないですか。まあ、多くはないね。その、車で食べるの初めてです。着地がおかしいって、味じゃないのよ。笑ってはいけない、やりたいっすね、後で真面目に。いや、いいよ、今やろうでしょ。今やります、ね、うん、そ、KT が大丈夫そうでしたら。でもあれじゃないの、高速の方が。確かに。じゃあテーマとかあります、しゃべ、うん、いや、もうもう普通に普通にしゃべって、ね、はい、はい、スタート。ですよ。もう始まってる。始まってる。始まってるってずっと言ってるよ。え、これやることによってさ、あの、運転ちゃんとできないとかある。大丈夫ですか。逆にいっぱい喋るよりは
か、本当に。免許欲しいとかなんないの？そうだよ。レオ太郎。なりますよ、それは。どりゃ。うざいっちゃいます。行けよ。まあ。いや、免許、欲しいんですけど、うん、タイミングが、なくないですか、ちょこちょこ通うしかないんじゃない？まあね。え、免許って何分ぐらい取れるんですか？大体。1万分ぐらいじゃない？いや、ガチ、ガチのやつ。ガチのやつだろ、1万分が大体。結構ガチじゃない？結構、そんぐらいかかんじゃない？ 5、6分とかじゃないですか。いや、そしたらもう交通事故だらけになるよ。6分で車運転できるようになったら。モノマネ増やしたくて、レパートリー。おう。意外とさ、なんか、特技とかさ、やるってなった時に、パッて出てこないなって思って。うん。じゃあ、モノマネ。小坂亮太郎。小坂亮太郎？ゲディ。ゲディ。ゲディ。全然見せないっす。ゲディ。びっくりした。なんか、そう簡単に抜かせるかよ！ケティ。ナッツ。怖すぎる。おい、伸びた！あー、違うか。おい、伸びた。おー、いけそう。おー、いけそう。スネは？ジャンヤンが、いけそう、いけそう。いけないだろ。いけそう。伸びたさーん！お、え？ちょっと似てる。めっちゃ似てる。やめろよ、お前。ふざけんな。はい、リスタート。え、ちなみに、そのなんか、いけるとか言う割に、りょうたろういけんの？え、俺の特技は、うん、8割モノマネなんで。ああ、ちょっと似てると。8割。まあ、8割はちょっと。モノマネは8割だろ、大体。で、じゃあ6割で。6割モノマネ。ちょっと、ちょっとクオリティ低いモノマネってこと？そうです。ヨネズ、ケンシ。ハッピーラウメツコしてる。ルーサムもなぜいこうせる。2割だろ。いや。全然頭の中で浮かばなかったっすね。あの日の悲しい。え、もっといろいろある。僕、僕、アンパンマン。あ、わかる。ちょっとわかる。あ、似てるね、いけるいける。あ、ベーキンマンもいける。誰だお前。あ、もうよく見てた景色ですわ。アンパンマン。そっか。リーチの景色だ。高いトス一つあれば、それでいい。叩き潰せ。カンプだ。めっちゃ似てる。おい、おい、おい。やべ。アイリスさんと。言ってない。うわ、めっちゃディスってきた。怖い。俺でしょ、それ。可愛いんだよ、あれ。ちょっとバカにしてる。言ってないよ。すげえ声出んなと思って。そう、俺めっちゃでかいよね、声。背景がすごい。3枚ブロックで、今日初めてクロスを締めてきよった。あ、似てるね。めっちゃ似てる。めちゃくちゃ似てる。めっちゃ似てる。びっくりした。悔しい！誰でも。ああ、あれ。それも悔しい！全部悔しいじゃん。わがたしナイス！横さん。横さん。横さん。よーっ俺さ、気づいてなかったんだけどさ、後ろに波みたいなのがシャーンって出てた。そうですね。葛飾北斎みたいな。そうそうです。シャーンって。でもあれ、アイディア出し合ったじゃないですか。うんうん。確か俺なんですよね。あ、そう。これ。あ、それ。確か。確かになんか。確かに、亮太郎っぽいもん。やってた気がする。なんか、そういうの、やりそう。なんか、横さんが、本当にやんのこれって。あ、ずっと言ってたやつ、ずっと言ってた。いや、俺、これ。これ本番やんないでしょなんで本番やんないものを稽古でやるんだよ実行やもん健太くん、え、高速しりとりやりましょう。いいよ、高速健太くんは集中あれなんで、一回二人で、え、高速しりとりって何？もうすぐトマトみたいな。ああ、ずっとトマト。どっちからいきます？じゃあ俺から。はい、トマト。トンカツ。
お前は得意でなきゃダメだろ。ミスりました。でいいよ、最初。いや、いいです。いや、いい。いや、結構むずいっす。いい、大丈夫。マリモ。モマリ。うん。めちゃくちゃむずくないですか、これ。これ。正直。やりたい、やりたい、今、あった。やりたい、いくよ。卵。ゴリラ。ラッパ。パンツ。積み木。キツネ。ネズミ。ミンコ。めちゃくちゃむずくないですか、これ。やばくないですか。めっちゃむずいっすよ。でもなんかなんとなく予想してないとダメだね。そうだね。変化球どっかで来るって。もう一回行きますじゃあ。行こう。誰から行きます。じゃあケンタから。オッケー、じゃあもう行くよ。ミミズ。ズミミ。ズミミ。むずい。ズミミ。どっかの国の郷土料理か。お、無事。マジですか。葛西臨海公園。うわ、ドライブらしくなってきた。終わってるだろ、もうドライブ。マジっすか。終わるところだよ。ありがとう。よし。それじゃあ、なんかしますか。あ、来たな、これ。あ、来たな、これ。え、ダメだ、ダメだ。うわー